アオサノリやスジアオノリの陸上養殖場を建設する四万十市下田で今日地鎮祭が行われ、陸上養殖に取り組む市内の加工販売会社加陽物産などから関係者およそ20人が参加し、工事の安全を祈願しました。加陽物産によりますと、スジアオノリは2019年から、アオサノリは2021年頃から四万十川で全く取れなくなったということで、安定した供給を目指し、およそ1600平方メートルの養殖場を建設することになりました。現地には最大7トンの水が入る水槽など大小32基の水槽を設置し、地下から汲み上げた水でアオサノリとスジアオノリ各1トンずつ、年間合わせて2トンの収穫を見込んでいます。飲食店なんかでも、その四万十の、四万十川で取れる水産物とかいうのが、なくなってしまったことによって、四万十産というものが提供できなくなっているので、そちらを地元の皆様に提供していき、観光客様とかが多く入っていただければなというのは願っていますね。陸上養殖場は10月をめどに稼働を始める予定です。